皆さんこんにちは、よしまるでございます。レコードキーパーコラボやってきました。ちょっとね、うちのハムスターのポルコが今ガジガジやってるんで、いろんな音入るかもしれませんが、どうしましょうね。これね、本当にまだ見てません。何をどうすんのかがわかんない。なぜならステップアップ吹雪が来たから。すげえなこれ、すげえでっかいな。まず、1日1回無料があるんですね。これは引かずにいられない。いやでもこれ俺欲しいのはもう言わないで今回引こうかなと思ってます。なんかさ、本当にこれさ、何 Google 先生聞いてんじゃないのかぐらいに反応するでしょう。欲しいのが当たんないっていうね。じゃあ福引き行ってこい。さあどうなるかな。最近2羽だとメタルの、ブーメランが出ましたね。メタキンは来るんでしょうか。来い2羽、2羽ならず。こんなもんっすよ。はい。でまあ作戦としては、やっぱステップアップ吹くべきは少しは、引いていこうと思います。でまあ今3万8000あるから、これは年末に取っておくっていう感じですかね。でこれ毎回で行きそうだよね。ここで行きそうだけど、ここで行っちゃダメだよね。え、提供割合とかどうなってんの。ちなみに、あ、 0.5 ね。そうだよね。お、エクスカリバーが一番上に来てる。やっぱこれ推しなんだね、きっと。まあ、基本変わらず出すな。基本変わらず。それから一番は、詳しく見るをまだやってないぞ。エクスカリバーはもう見ましたよね。やっぱりこの赤スキル4つ、前回でレビュー動画軽く、話しましたけれども。3D 表示どういう感じ？ああ、結構分厚いね。これさ、昔さ、星空って横から見るとこれ、ぺちゃんこだったんだよね。これ、変わりましたよね、仕様ね。やっぱり立体的にしていきましょう感がめちゃくちゃあるっていう感じですよね。はい、ではですね、気候城の盾から見ていきましょう。気候城の守りですかね。70% 減だと100回復、すごいね。ただ13秒ですね。重めだけど、これ魔王級使えるとこ出てくんじゃない？っていう性能です。ちょっと待った。ポルコうるさい。わ、すっげえ暴れてるんですけど。どうした？レコードキーパーに反応してんのか、こいつは。ちょっと一瞬中断しますね。はい、一瞬失礼しました。もう本当にハムスターめっちゃ暴れて大変でした、今。すごいですね、これね。まあ、13秒ってとこと2ターンっていうとこがポイントだと思います。まあ、3ターンが本来だったらいいんですけど、強いのには訳がある。ではですね、光ブレシ中、いや、光ブレシになっちゃった。デイン弱。おー、弱か。中ではないのね。では、頭。これは難しいぞ。なんだこれ、何これ、剣なんとかな要塞。戦闘開始時に以下の効果が発動する。自分のみ守備20上げ。それから呪文耐性 25%、生き耐性30、2ターン。すげえな。ただ戦闘開始だからターン開始ではないと。最初に発動したらそれでおしまいですよっていう感じですかね。点灯ガード中優秀ですね。デイン中優秀です。体上。飛行場の目覚め。目覚めんの？出たー、対開始ー、すげえぞ、これは。いいね。攻撃力 20% 上げ。まあ、バトマスやってる方は最近ね、なんか倍死いらないという人もいるかもしれないんですけどね。力強きてる。それから攻撃特技のコツね。まあでもやっぱりバトマスやるとマルチの体上かな。下。素早さ。ダウンガード、うわ、すげえな、超だって、60% だ。すごいね。メラ、強、45%。すごいね。混乱、中、ほう。いや、今後これが使えるよっていうとこ絶対出るんでしょうね。
はい、ではですね、武器に関しては、まあ、レビューで話したんですけど、僕はもうこのルミナスドラゴンを狙っていく感じになると思います。で、動画では、エクスカリバーがバトマスで使っていたんだよね。で、ロンギヌスをパラで使っていたんですよ。だからまあ、ルミナスドラゴン動画よりはまあ、ダメージ入っていくのかなっていう、個人的には、ところも注目しておりました。ニルバーナもね、非常にこれすごいよね、全部攻撃っていうね。いやー、びっくりしました。で、まあ大体もう特性はついてますね、最近だとね。よし、じゃあガチャ行きますか。まず他に何入ってんのかをもう一回見たい。提供割合ですね。大天使とかも入ってんのこれ。おー。あと俺は欲しいのがね、刀人系欲しいんだ。あ、ないんだ。そっか、刀人ね、杖欲しいんですよね。うん、ないか。よし。じゃあ、これね。よし。来い！ちゃっちゃっちゃってる、てってって、お願いします。ぴょんぴょん。とにかく対象出てください。欲しいのはもう決まっている。来い！いやー、一個だけでーす。あー、でも何かは来るかー。何？おお、盾。まあ 70% 減だからどっかで使えるところはあるでしょう。ありがとうございます。いやー、でも1個だけか。現実は厳しい。よし、行きます。もう2つは光っ、あ、でもこれは二確定だっけ？あれ忘れちゃった。いきます。来い！よし！跳ねて！跳ねてる！跳ねてる！何？来たー！ルミナスー！ありがとうございます。最低限の仕事はした。跳ねてるー！なんだ？おお、上。上はでもマルティナか。黄金竜の鎧上を使う。跳ねてる。あと槍一本欲しいけど。下。なんかヒカラキンさんになってきた。喉痛い。いや、ちょっともう一本ですよね、槍ね。一回ここで終了だな。ちょっと有料ジェム分は一回使い切っちゃったかな。足りない。ちょっとお待ちを。はい。今追加しましたが、ちょっとちょびちょび買いなので、また追加するかもしれないんですけど、とにかく槍も一本お願いします。流れは来てるのかわからない。わからないけど引く。この瞬間が一番嬉しくもあり、悲しくもある。お願いします。とにかく光って。よし、よし。やったー、やりに来たー。ありがとうございます。今回は、めちゃくちゃ神様がーって感じだね。これすげえな。すげえな、これだ。なんか中尾明みたいな声になってきそうだ、これ。声喉痛い。なんでヒカキンさんになっちゃうんだろう。すげえ、びっくりした。ということで、なんと、6000ジェムで当たりました。やっぱ言わない方がいいんだよ、欲しいの。すげえ、びっくりしてます、僕。最近の中では一番の神引きだったんじゃないかな。装備を取り出す。マジか。いや、まさにロンギヌス狙いが2本出ている。こんなことなかったよ。ずっと泣いてきたよ。今まで。まあでも貫突だ。やっぱこれは僕は抜き出しだと思いますよ。だって、補助2つ黄金竜槍でも詰めるもん。うん。で、やっぱあれ突撃の歌がでかいよね、あの存在はね。
よし、取り出しましょう。二つか一つ、待って、これ売りじゃないよね。いや、めっちゃ怖いんですけど、これ。もう何回もやり直しちゃうんだよ、最近。装備を取り出す。ロンギンのすね。で、まず、縦2個当たりました。体下が1つ、体上が1つね。なんだっけ、下の方が僕は嬉しいかな。これ、メラ強があるからね。下はとにかく、いろいろ、差し替えできるんで。僕としては体上はもう固定でいきたいんですよね。黄金竜、やっぱ鎧上か、マルティナ体上ですね。下か、頭もね、若干やっぱりね、あんまりつけたくないなっていう。で、神竜武闘器2つもなんかあんだね。なんかいろいろそのまま入ってます。頭は出なかったね。あ、剣王の冠ね、出てるね。これ目覚めが倍死だよね。まあ、でも 20% か。まあかなり発動はしていくと思うんですよね。ただ体上はさっき言ったっていうことの理由ですね。あんまり使わないかな。よし。じゃあロンギヌス2個を取り出しましょう。いやー、これでどんぐらいダメージがいくかですよね。なんか久々だからな、すごい緊張したよ。ルミナスドラゴンロック解除。結構ね、その生放送やってたら星ドラ始めましたっていう方が、興味ありますっていう方もいて、嬉しいですね、すごくね。で、取り出します。多分ね、やり方わかんないと思うんですよ、いろいろとね。だから、その初心者動画も撮ろうかなとか思ってるんですけど、スキル強化ね、アップ中だったらよかったんですけど、残念ながら。まあ年末年始は確率アップ来るんじゃない？超大成功だっけ？あれ？どこ？よし。ルミナスドラゴンってでも名前びっくりしましたね。ルミナスウンチャラは大丈夫なんですかねっていう。まずはレベル上げですね。じゃあこの辺ちょっとカットして、次の動画でちょっとルミナスドラゴンの黄金竜完成形とは言うか分かんないですけど、竜神狙撃ないからね。ただ僕ミラクルスピアノが結構好きだったりするんですけど、じゃあちょっと次の動画でね、使ってみたいと思います。どんぐらいダメージいくかね、バトマスで楽しみです。